2015年4月某日、日本国東京都森宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。気をつけて帰るんだよ。どうもーす。はあ、結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く上がれたんだが、まっおかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。お？ヒイラギ？見間違いじゃないよな。あいつこんな繁華街をうろつくようなやつだったか。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。おいおい、ジョーちゃん釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視？なんだかお兄さん、そろそろムカついてきちゃったな。見れば見るほど綺麗な顔してるじゃねえか。笑顔の一つくらいサービスしてくんねえかな。あんま怖がらせんなよ。その制服、確か森宮学園だろ。結構いいとこ通ってるじゃん。たまには俺らと思いっきりハメ外そうぜ。あいつらチーマーか。どこかで見たよな。仕方ねえ。おい、あんたら。赤い蛇現れたわね。なんだよ。何が。ヒイラギ！
なんだ、何が起き、おいおい、一体何の冗談だよ。夢？それにしちゃ意識がはっきりしてるような、綺麗っつうか不気味っつうか、まさかあの世とか言わねえよな。さっきまで確かにあのガード下にいたはず。ヒイラギ、おい、どこだヒイラギ。あのチーマーどももいねえ。さっきのに巻き込まれたのか。わけがわかんねえ。一体何が起きてるんだ。ここでうだうだやってても仕方ねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。なんだか薄ら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒイラギ、いねえのか。いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。ヒイラギに、さっきのチーマーどもか。無事みたいだな。たく、心配させやが。奴らは逃げろヒイラギ。ソウルデバイス起動。
無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか無鉄砲なところがあるみたいね。なあ、ヒイラギ、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明すぎるっての。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢、少なくともあなたにとっては。ヒイラギ、でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。今日常に返してあげるわ。おやすみなさい、時坂くん。おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど大丈夫？怖い夢でも見たの？しおり、いや、なんでもね。ただちょっと昔の。なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてっておばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思ったら、制服のままベッドに入るなんてさすがにだらしなさすぎるよ。制服って、あ、また夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日は、あれ、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ俺。もう、こうちゃんってば。起こしに来て正解だったみたい。ほら、シャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も朝ごはんを用意してるから。お前は俺のおふくろかよ。なくても間に合うって。俺は眠いんだよ。少しくらいダラダラさせてくれ。もう2年生になったんだからしっかりしないとダメだよ。それに
先生に怒られるのはこうちゃんも避けたいんじゃない？まあな。どうした？ううん、その、なんでもないの。多分、気のせいだと思うから。いいよ、お二人さん。おはよう、こう、しおりちゃん。おはよう、りょうたくんに、じゅんくんも。なんだ、一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒になってさ。お前らの方こそ、今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね、この子な。誰が夫婦だ、誰が。朝っぱらからうるせえっつの。あら、こうちゃんたら、もしや照れてらっしゃる。バカ言ってんじゃねえ、バカ、このバカ。もう、二人とも相変わらずなんだから2年生になってまだ2週間くらいだしね。でもまたみんなと同じクラスになれてよかった。うん、本当に。改めて今年もよろしくね。こちらこそ。もうよれ。ああ、もう余裕だったのによ。とっとと教室に行くぞ。不愛想な奴のいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係ねえだろが。たく、よりにもよって俺のクラスの担任になるとはいいじゃない、別に仲は悪くないんでしょ。新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごくわかりやすいよね。いや、それは結構なんだが。授業中におしゃべりしない。違うの、今のはなし。ついいつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱ最悪だ。もうおしゃべりしているからだよ。ち、羨ましいやつ。こほん、とにかく問題を解ける人はいない。ちょっと先の範囲だし、やっぱり難しかったかな。はい、先生。あ、じゃあ柊木さん、前に出てくれる？はい。合っているかは分かりませんけど、こうでしょうか。うん、正解。途中式も完璧だね。よく分かったね。よかった、予習していた範囲が当たってくれたみたいです。それは関係ないような。うん、
そつなくこなすな。くぅ、しびれるね。さすがは帰国子女、俺らとは頭の出来が違うぜ。ヒイラギアスカか。まだあんまり話したことはないが。実際ずりーよな。幼なじみだけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディの若いおばさんでも現れるのか。いねえよそんなの。りょうたくん、最近ずっと似たようなことを言ってるよね。はあ、いい加減聞き飽きたってば。だってまさかのコウくんだぜ。いつもの癖なんだぜ。まあもう何度もうるせえ。大体お前どっちかっつうと年上好みじゃなかったか。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。バッカ、トワちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ。こうなったら俺も今年こそはめくるめくバラ色の高校生活を謳歌してやるんだからな。ああ去年は初っ端から散々だったもんな。あろうことか順に。だ、思い出させんな。あれは俺の黒歴史なんだからよ。ちょっと懐かしいね。そういえばこうちゃん、ヒイラギさんと何かあったの？あ？その勘違いだったらごめんね。なんだけど、トワ先生の授業あたりからずっと目で追ってなかった？それは。へえ、こうお前な、まさかと思うが、あのヒイラギさんを狙ってるんじゃないだろうな。今年からこの学園に編入したヒイラギアスカと言います。しばらく米国に住んでいたので日本の学校にはあまり馴染みはありませんが、同じクラスの一員として皆さんと充実した学園生活を送れたらと思っています。どうかよろしくお願いしますね。容姿端麗にして成績優秀、それを全く鼻にかけない明るく爽やかな性格。4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨しているあのヒイラギさんを。ちょっと競争率は高そうかな。だから違うっつの。ただちょっとな。ちょっと？いや、なんでもねえさ。さすがに夢かなんかだろうしな。そういや俺のことよりお前の方こそ何かあったのかよ。今朝正門のあたりで妙に後ろを気にしてたみたいだが。それは、うん、実は最近ちょっと気になることがあって。気になること？近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。何か？まさかストーカーか何かとか？多分違うと思う。ちゃんと確かめたわけじゃないから何とも言えないけど。よくわからん話だな。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか？もう亮太ってば、
もう少し真面目に考えて。うん、もしかするとそうなのかも。なんていうか、人の気配とはちょっと違うような気もするし。えっ、いや、やだな、しおりちゃん、本気にしないでくれってばよ。不思議な話だね。ま、とにかく何かあったらすぐ言えよ。バイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいはできるだろうからな。こうちゃんありがとう。りょうたくんにじゅんくんもあんまり心配しないでね。お勤めもようやく終わったことだし、みんなでどこかに遊びに行かね。なんだやぶから棒に。いや、今日は部活が休みでさ、親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえから結構暇してんだよな。そっか、僕は別に構わないけど。私も家に連絡を入れたら大丈夫だと思う。こうちゃんはどうする？ああ悪い、バイトが入ってる。マジかよ、バイトって昨日じゃなかったのか？ああ、今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな。いつも他のバイトを紹介とかしてもらってるからなかなか断れないんだよ。たく相変わらずだな。コウの家って先月からご両親が海外出張中なんだっけ？1年くらいって聞いたけど、そんなにお金に困ってるの？ううん、おじさんたちから生活費は十分もらってるはずだよね。いろいろ差し引いたら小遣いなんて全然残らなくてな。それに俺にとっちゃバイトが部活みたいなもんだしな。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おっす、とわちゃん。もう、とわ先生でしょ。でも中学からってアルバイトとかオッケーだったの？そっか、じゅんくんは高校からだから知らないんだ。こうちゃん、表向きはお手伝いとして昔からいろいろと手を出してたの。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだってね。それはいいですか、コウ君、深夜アルバイトは校則違反です。いとこだからって見逃してあげられないからね。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから。ああもうわかったわかった。つうか学校でコウ君はほんとやめてくれ。